ラップウィング級総海底ラップウィングクラスマインスイーパーはアメリカ海軍の総海底の艦級。アメリカ海軍が最初に建造した紅葉型の総海底で鳥の名を冠することからバード級とも呼ばれる。1918年1920年にかけて54隻計画され3隻をキャンセルしたため計51隻が収益した。ワシントン海軍軍縮条約を受け。 1922年に一時退役した艇もあり、29番艇オスプレイはアメリカ沿岸警備隊に譲渡されるが、1930年代に現役復帰した。第二次世界大戦の開戦までに座礁、衝突事故で4隻を喪失。第二次世界大戦中に日本、ドイツとの交戦で8隻が戦没した。日本では自沈処分後に、 日本海軍の手によって付与され、第103号昇海艇として1945年1月12日に戦没するまで活動した9番艇ンチが知られている。戦争末期には、大久久良三型に本来の総海任務を譲り、小型水上規模艦、潜水艦救難艦、修理救難艦、艦隊衛星、設合艇に改造の上、支援任務に回った。 終戦と共に退役し、最後に、旧南韓バイキングに改名していた32番手フラミンゴが退役したのは1953年である。ありがとうございます。